どんベイは日清食品グループが製造、販売している和風即席カップ麺、和風即席袋麺、和風チルド麺、和風冷凍麺、和風即席加工米飯の各シリーズの名称で親会社である日清食品ホールディングスの登録商標。正式な商品名は日清のどんべい。1976年8月、当時大ヒットしていた 東洋水産の世界初のカップうどん、マルちゃんのカップうどんキツネに特許申請がなかったことから、これに対抗する製品としてきつねうどんの製造、販売を開始。以後、天ぷらそば、カレーうどんなどのシリーズを発売している。どんべの名前の由来は、うどんの、どんと関西弁の、どんにおいという言葉の、どんからで、スマートさからはほど遠いが、ほのぼのとした、温かさ、 また筋を曲げないがんこさや正直さを表現したネーミングとされている。この名前に社内で反対意見もあったが安藤博樹が決断した。なお関西弁で言うどん匂いは本来はこのように逆説的に肯定的に捉えられる言葉ではなくどちらかといえば人を軽く罵るときに言う言葉である。2020年現在袋麺どんべイシリーズうどん。 どん兵衛シリーズ自販機の縦型容器そばどん兵衛シリーズ、北のどん兵衛シリーズ北海道限定商品。2009年10月5日発売。基本的に甘口醤油仕立てのスープとなっており、つゆには北海道産利尻昆布を使用し、昆布の甘みと出汁の旨みを効かせているのが特徴。当初はうどん、そばともに、麺の製法は、従来の油揚げ麺10月以前の使用。 そばは2008年8月以前の仕様を採用していたが、2010年5月10日発売のリニューアル版より、うどんはぶっとうどんの仕様に、そばはピンそばの仕様にそれぞれ変更となった。さらに、うどんは2010年10月18日発売のリニューアル版から、3層、太しストレート製法の仕様に変更された。パッケージには地元で製造されていることが強調されているほか、 エッジの記号が付けられている。北のドンベいは、ドンベいとは別に、商標登録されたが二千十九年十月のリニューアルに伴い、ドンベいに統合される形で、北のドンベいの商標そのものが廃止された。ドンベい縦型ビッグシリーズ主に、コンビニエンスストアを中心に販売。若年層をターゲットとする。レンジドンベいシリーズ、あっさりお出汁が美味しいドンベいシリーズ構図する。 これまでの日清午前シリーズの後継となる2020年3月2日から販売開始された廉価版。希望小売価格125円で100円ショップなどのディスカウントストアでの販売に対応する。通常のドンベイよりも味わいをあっさりにし、内容量を約7から8割にした。麺類以外のドンベイシリーズ日清マグドン、ドンベイ公式 HP にはカウントされていないが、 パッケージに、どんべいのロゴがついた、派生品。麺とスープを、マグカップに入れて、湯を注ぐものである。姉妹品として、カップヌードルの派生品、日清マグヌードルがある。1993年に発売、2010年にリニューアル。現在は、刻みきつねうどん味に、豚カレー味にのセット売り。区別させるために、刻みきつねうどん味にはきつね、豚カレー味には、 豚のかまぼこが入っている。日清午前シリーズ、どん兵衛シリーズの連価版。きつねうどんは西日本向けの天ぷらそばは東日本向けのスープで全国販売。2009年2月までは日清のきつねうどんおよび日清の天ぷらそばの名称だったが、同年3月から日清午前のブランドをつけてリニューアル発売。天ぷらそばの場合、 どんべい天ぷらそばの干しエビの入った後のせ天ぷらに対しこちらは放送されていない干しエビなしの天ぷらが採用されている発売当初は価格をオープンプライスとしていたが2012年1月30日に実施されたリニューアル版より非オープンプライス商品に変更となった二千二十年二月末で後継商品あっさりお出汁が美味しいどんべシリーズの発売に伴い 在庫限りの販売をもって販売終了。その他,他に派生商品として、どんべい釜飯が発売されている。また、チルド麺や冷凍麺の各シリーズが存在する。冷凍麺は、香川県高松市の高松日清食品で生産されていることから、さぬきうどんもラインアップされている。注射カップ麺、どんべいシリーズ袋麺、どんべいシリーズ麺類以外の どんベイシリーズ同じ、どんベイを名乗っていながらも、東海地区を境にして、東日本向けと、西日本向けと、北海道限定、北のどんベイでは、梅雨の内容が異なっている。になっている。また、具材の油揚げの味付けもとなっている。この傾向は、競合商品である、東洋水産の、マルちゃん赤い狐と緑のタヌキでも存在する。特筆すべき状況として、 距離的に名古屋と大阪の中間に位置している、滋賀県と三重県の店では、両方販売している場合がある。例えば、三重県伊賀地方では、店などの配送の拠点が、東海、関東系資本か関西系資本かによって、名古屋配送と大阪配送に分かれていることが多い、ため、基本的に、東海、関東系資本の店などでは、東日本のものが、 関西系資本の店などでは西日本のものが購入できる。その一例を挙げると、コンビニエンスストアでも愛知県資本のサークル系が東日本向け商品、大阪府発祥のローソンが西日本向け商品である。ただし、東日本、西日本双方のものが購入できる店も数はかなり少ないが存在しているほか、西日本の店で誤って、 東日本向けが入荷して売られた例もあった。また、地域のそばうどん店のつゆが関東風である。島根県でも、どんべに関しては西日本向け商品しか売られていない。さらに、世界に輸出されるものは基本的に西日本向け商品となっている。なお、例えば東日本にいながら西日本向けの商品やその逆も日清食品の公式オンラインストアで注文すれば、 個人で買うことが可能である。また、年度により、食べ比べ企画として、揚げ豚に、東、西と目立つ表示をして、期間限定で、全国発売している。このほか CS 放送の J スポーツでは、野村昭弘と、遠藤忠次中山厚氏が、リーグアン中継のハーフタイム中に、どんべいを食べている CM が、アニマックス b s イレブンデジタルギャオでは、機動戦士、 ガンダムとのコラボレーション CM のギレインザビのナレーションによるクエヨ国民ペンとアムロレイのナレーションによる見えるペンは2007年フジテレビの番組 FNS 地球特捜対ライバスターでは博士や隊員など番組内のキャラクターが登場する本編に見せかけたドンベイの CM がそれぞれ放送を及び配信されたドンベイ君は父ドンクラ母 どんこの間に1976年頃に大阪で生まれた一人息子。将来の夢は実家のうどん、そば屋を継ぐことで2011年時点では東京の中井産地に居候をしている。どんベイフト氏は2010年10月18日より本商品のリニューアルに合わせて登場する架空の職人。テレビ CM では中井正宏が演じるうどん、そばの店。 どんべい屋の二代目という設定で、中井と同じ1972年生まれ、38歳時点ということになっている。家訓である、太く長く、まっすぐが彼の生き方であり、うどんの太さを表したものである。家族は妻、ゆめこ。弟子として、こっつ、ロッポのっぽの二人がいる。どんべい渋谷駅中店公式ウェブページでは、CM の動画が視聴できるほか、 マノラマによる漫画日本のうどんこだわり、ドンベイ太物の語が連載されている。また、2010年11月2日、CM に登場する店をモチーフにしたアンテナショップ、ドンベイ渋谷駅中店が JR 渋谷駅構内にオープンした。当初は半年間限定での出店だったが、好評につき、期間延長にて営業していた。しかし、 2016年7月31日をもって閉店した。日清食品は食べる際にまっすぐになる即席麺を大量生産するために開発したストレート製麺法をドンベイなどに取り入れ、2009年に特許を取得した。ところが、その後、産業食品の札幌一番の一部製品について、このストレート製麺法と告示した形状の麺が作られているなどとして、 日清食品は、山陽食品とそのグループ企業である太平食品工業を相手取り、大阪地裁に訴訟を起こした。その後2015年に1月15日付で、同地裁で和解が成立したことが明らかになった。どんべいきつねうどんには、具材の中にかまぼこが入っているが、2011年3月11日に、発生した東北地方太平洋地震の影響で、東北地方にある、 日清食品と取引関係にある食品加工工場が被災し、かまぼこの調達が困難になったため、同年3月24日3月25日に静岡工場で製造された東日本向けと3月25日28日に滋賀工場で製造された西日本向けのキツネうどんには、かまぼこ抜きで製造、出荷されるという事態になった。かまぼこ抜きのどんべうどんには、 カップ側面の原材料表記欄に震災のため緊急対応商品となります。という断り書きが記載された。日清食品がドンベイの商品リニューアルを記念し、2010年10月18日、反則部隊ダク47を結成した。ダク47とは、ドンベイ、キツネ、うどん、47都道府県の略で、同社の若手社員47人が47。 都道府県出身地ごとに分けて結成されたチームのことである。ダク47はキッチンカーを繰り出し全国各地で反則イベントを行った。このダク47も人気アイドルグループである AKB48 にちなんで命名したものであるが無関係である。発表会に出席した中井正宏は僕が入ったら48になっちゃいますよと苦笑していた。ありがとうございます。